村の子供は教育を受けられずにこのまま親になっていくことだと思います。教育を受けていない親がその問題に気がつかないで子供たちを小村に出し、その子供たちが教育を受けることなく大人になってまた同じことを繰り返す、それが原因ですか。その通りです。